今回紹介するスレはこちら。この子の不老不死の謎。十字軍の兵士を助けた時にもらったアンブロシアという謎の果実で不老不死になってるけど、なんで十字軍がギリシア関連のもの持ってたんだ。どうして重傷を負ってたのに自分で使わなかったんだろう。アレイスターにさらわれても生きてるけどどうやったら死ぬんだほんと。魔術の行使に生命力を使ってるというのも結構衝撃的だった。魔術が生命力を魔力に変換して行使するって設定、初期からなかった?不老不死の吸血鬼が実在するなら理論上無限の生命力から無限の魔力を生成し得るんだっけか。あの世界の魔術のルールでは反則も良いところだな。インデックスによると元ゴエティア使いなんだよな。なかなか余計に生命力使いそうな術式してる。つまんねえこと聞くなよ。カッコスレが何かん。というのは置いといてがっつり再登場でもしないともう語られないかもね。そこら辺はイフに出てたよ。作者書き下ろしの話なんだっけ?エンディミオン以後まさか全く劇場版がないとなこの李白の目でも見抜けなかった。3期があのありさまだったから企画を立てようにも慎重になっているんだろう。エンディミオンから3期でどれだけ時間空いてんねん。多分この子の元ネタって、ギリシア神話に出てくるアポロンから無限の寿命を得たシルビアだと思うんだけど、あんまり関係ないんだよな。不死だけど不老じゃないから。早く死にたいという気持ちは同じです。レディリーちゃん好き。何気に魔法と科学がかなり早い段階で交差していている一人。いくら好きなだけ時間使ってもいいとはいえ元魔術側なのに天体エレベーター発明したり、詳細を見せたり頭いいよね。魔人のおもちゃ。マッドサイエンティストだったらじっくり研究できたりするし嬉しいと思うんだけど、そこら辺の認識は普通の人間だよね。ロリババア最高。軟禁されてるのにフロイライン含めて仲良くしてそうですこ。体内で永遠に循環する生命力にイマジンブレイカーで触ったらどうなる。そういえばソゲブされたことはないんだよな。身体機能そのものを作り変えられてるのなら多分イマジンブレイカーでも無理じゃないかな。もし不老不死にする魔術でそれが生命力により発動されてる状態なら普通の人間の体に戻りそうだけど。それが自然な状態に完全に変化してたら何も起こんないよ。多分いろいろ設定はあるんだろうけどカットされた人、禁書劇場版に脚本吉野博之がいるんだけど、どうしても劇場版脚本が映画一本にまとまらなくてポシャリかけてたのに助っ人に入ってなんとかしたって話。レディリーが軟禁されてる窓のないビルは飛んでっちゃったけど脱出してるのかな。してないならカーズになってしまう。宇宙空間でも苦しいだけで死ぬことはないし、カーズ様みたいになるかしもれない。もう誰か殺してやれよ。本当にそうなったらひどすぎる。とあるでそういう救いのないキャラは珍しくないしな。レディリーも死ぬことすらできない悲惨な目に遭ってる可能性が高そう。新天地で魔人たちのおもちゃにされて日常的に惨殺されては復活する生き地獄を味わってそう。黄金のリンゴと源流は同じだし、もしかしたらオケヌスが何か知ってないかな。怪獣ではなく超火力での突破を試みてるところを見るに色々試してダメだったのだろうけれど、頼るならエンデュミオンではなくインデックスだったのではと思ってみたり。インデックスの存在知ってたんかね?本人が天文学者だから宇宙に希望を託したのは間違いじゃないと思う。魔人なら誰かしら殺せる手段持っててもおかしくはなさそう。なんだかんだ魔人も真摯に願い事したら叶えてくれるから新天地でよくやってるといいんだけど、あまりにも描写がない、アリサたちは何してるのか判明してるのに、アリサといいスレがといい後々になるほど重要度が増していく奴らが複数登場する劇場版、ところでステイルの弟子ちゃんたちの再登場は、英国のクーデターで再登場してるじゃん、シャットアウラちゃんとかは空気とかしてるし、十字軍は表向きみんなボランティアで参加した運動なので、どこぞの国家の正規軍ってわけじゃないのだ。実質手弁当だけでやってきた武装集団なのだ。なので、小国たちは十字軍の扱いに悩んだ。連中に食料を供給しないと大規模な略奪劇が始まるし、供給しても、俺たちは正義の軍団。と暴れ回る。かといってローマ教会やら大国の王様や大貴族たちのメンツがあるので、十字軍排除を掲げても厄介なことになる。なので、みかじめ料を払って追い払うというのもあったのだ。ギリシャの司法。
である、ギリシャ神話の神々の食物、アンブロシアは多分そういう経緯で十字軍兵士に流れたものと思われる。そんな奪ってきた感じなんかね、十字軍だからエルサレムとかの関係品かと。書き下ろしだよ、アレイスターや港本は貸してる。また合間にストーリー増えて上条さんのスケジュールが過密になったのか。ちなみにアレイスターの初体験が実家のメイドで卒業していることが発覚していたり。発覚というか史実ネタ。元ネタは不老ではない節だけど、それに比べて不老節なんだよな。自分だったら不老節普通に満足しそう。身長130センチの永遠のロリ嬉しい。十字軍を助ける前普通の人間ぽかった。魔術師になったのは研鑽する時間を得た後だから、元一般人が千年生きるのは辛そう。やっぱ救われてほしいわ。それにしてもこのアンブロシアの不死性高すぎないか？移送操作とかなんでなんとかならん？今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。